雨にお困りかな？それは奇遇。わらわも人を待っているだけだからね、漂白者。ええ、案内人の調理よ。雨が止むまで少し話をしようか。漂白者、あなたは上昇山についてどれくらい知ってる？こんな話聞いたことあるかな？昔々、山に入った木こりが道中で豪を打つ者たちと出会い、彼らの盤面の行方に見とれてしまいました。しばらくして我に帰った木こりが急いで山を降りると、なんと、つまりその山は秘境、時間の流れが他土地で、上昇山もその類の秘境というわけ。でも伝説と違うところもある。それは上昇山に入る者に課される代価。山で一日を過ごすたび、外での寿命が10日分失われるの。それに今の上昇山は伝説とか関係なく複雑だしね。歳月人を待たずと言うけれど、上昇山での歳月を司っているのは歳首。一瞬も晩年も全てはその手中にある。もし本当に歳首がフラクトシデスに監禁され能力の制御を失っていれば、今の上昇山は時間の乱れが生じ、死の吹き溜まりとなっているだろう。時間はあくまでも寿命の単位。客人が赴くのなら案内人がお供するのも至極当然のこと。今世はそこにとどまりすぎた。傘下の目はごまかせないってわけね。上昇山に行く前、今世の体に竜鱗が現れ、共鳴能力が弱まっていった。それは祭主の異常を物語っている。わらわがこうして案内人の席を全うしているのはそのため、そしてあなたをここへと導くため。この前傘下に指示を出しておいた。偏邸で今世の行き先を聞かれたら素直に答えるようにって。わらわの知る限り、祭主はあなたと深い関係を持っている。それにフラクトシデスが目をつけているのはあなただけ。この前のあいつらの言動、あれはあなたの決断を揺るがすためのものだった。つまりあなたの介入はフラクトシデスに大きな影響を与える。とりわけ今回はね。コーラン類書に
祭主が降臨した後に上昇山に入り、数日後平然と山を降りた人物の記載がある。またその人は祭主の隣に並んだとも記されている。そして今その人物とよく似た人がこうして目の前に立っている。もしかしても何も、今はわらわとあなたしかいないでしょ。この答えを見つけるためにずいぶん苦労したよ。漂白者、今回は危険な旅となる。一度足を踏み入れれば簡単に身を引くこともできない。覚悟はできてる？案内人、そして舵取りとしてわらわも共に参ろう。こたびの打ち手はあなたにしか務まらない。雨足が弱まってきたね。漂白者、出発するとしようか。